皆さんこんにちは。今日は励ましっていうことについてお話をします。励ましっていうのは皆さん意識したことあります？私ね、あんまりね、人を励ますっていうことはしてこなかったなと思います。合唱とかオーケストラの指揮の時は励ますというよりも、本当にその自分がその音楽を楽しむ、音楽の素晴らしさをこう言葉じゃなくてこう態度で示すんですね。ですから指揮者として一番考えたのは、あるいはその例えば地球村っていうこういう活動のリーダーとして、代表として思うのは、やっぱりこのことがうまくいった時の楽しさを自分がイメージして、成功のイメージでいろんなことを話をする。講演会でもそうですね。この今の地球の苦しさも話する。でも苦しい話をしたいわけじゃなくて、この苦しい状態を解決したらどんなに素晴らしくなるかということで希望を話したいのが私の趣旨なんですね。ですからそれも励ましになるかもしれません。でも私がね、この励ましということを強くイメージするようになったのはね、実は60歳過ぎてからランニングするようになって、とにかく今も毎日走ってるんですね。でそうすると周りの人は、やっぱり好きなんですね、いや俺嫌いなんだよって、いやそんなことないでしょ、私らもそんな走るのがもうできませんけども、いやよっぽど好きなんですね、いや嫌いなんだと言ってるように、私実はね、本当にもうこの7年8年走ってきましたけども、走ってる1時間走るんですけど、その中でね、もう嫌だしんどい、やめたい、止まる、もう嫌だ、今日は特別だ、今日だけはごめん、もうっていうことを100回ぐらい言いながら走ってるんですよね。そのしんどさに耐えるために私何をしてるかというとね、自分を励ましてるんです。でどう励ましてるかというとね、いろんな、つまり一つのパターンではもう耐えられないんですね。だからいろんな励まし方、例えば走りながら声には出しませんよ、ちょっとぐらい出してるかな。で走りながらね、フレーフレー高木、フレーフレー高木、頑張れ頑張れ高木、頑張れ高木、いいぞいいぞ、いいフォーム、我慢しろよ、もうちょっとでゴールだよ、なんていういろんなパターンを変えながら、もうパターンを10とか20とか30ぐらいの得意パターンがあって、この言葉を言ったらちょっと自分が走れる、ほら、で、あの電信柱まで走ろう、走った、あの電信柱まで走ろうと、あんな感覚ですね。とにかくもう頭の中で、言葉の中でいろんなことを励ましながら走ってます。だからそのね、やっぱり励ましってのは本当にしんどい時には大事なことです。だからね、たまにこうちょっと知り合いと一緒になって、こう一緒に走ったりなんかする時も、そのとにかくこう顔とかを見合わせて、しんどいなと言いながら、頑張ってとか言われながら走るのは本当に助かるんですね。去年1回だけ私はハーフマラソンに5人チームで出たんですけどね、その仲間がちょっとこう一緒に伴走っていうか一緒に走ってくれて、こう写真撮ってくれたり、なんか励ましてくれたりで、いやもう悪いから君もちょっと早く行ってもいいよ、言ってじゃあ失礼しますって早く行く、でも折り返しの時また会う。でそんな時にね、本当にその救われる思いがするんですね。そしてたまたま同じペースで走れるぐらいの人が1人いたので一緒に走ってもらったけど、本当に助かりました。あれ多分ハーフマラソン完走はできなかったと思うんですよ、一人ではね。だからやっぱり一人は寂しい、一人は辛い、一人でもやらないといけないことはもちろん私もずっとやってきましたけど、できるならば仲間がいる方が嬉しい、同じ苦しみを、同じ辛さを我慢してくれる仲間がいるのが嬉しい、あるいは自分の辛さを分かってくれる人がいるのは嬉しい。マラソンのコースにはね、幼稚園の子どもたちがあるところでは、幼稚園の近くの道には幼稚園生が出てきて、そして頑張れってタンバリン叩いてくれたりした時はね、本当に元気になるんですよね。でちょっと行ったらなんか中学生がこう応援してくれてた、ちょっと行ったらなんかそこのマンションの住民が並んで応援してくれてた、でとにかくそれがやっぱり助かって嬉しかったですね。本当にお互いに自分の周りの人をやっぱりエールを送りましょう。